おはようございます。職業と聞かれて隠居と答える、そんな暮らしがもう5年、久保でございます。そうですね、やっぱりね、多くの方がしつこくしつこく一つのことを追求できないのは、まあなんかこう時間と命、その限りがあることに気づいてないのかなと思うんですよ。で、私ね、昨日敬老の日だったじゃないですか。敬老の日で、まあ家族でね、私の両親と、まあ、焼肉を食べたわけですよ、ね、そうするとその最後の方にね、もう俺らも仲がないからって話をうちの両親がするんですよ。77、78ですよ。まだピンピン元気ですけどね。でも正味10年ぐらいだと思うんだみたいなね、ことを言い出すわけですよ。まあ私も普段意識してたんでね、それから同時に私自身も今日命がいきなり終わるとしても文句のないような日々を積み重ねているかなみたいなことをね、常に意識してるんですよ。まあ武士はね、起きたらね7回死ぬみたいな、そんな似たようなことをどっかで聞いたことがあるんですけども、私もねこうやって起きるじゃないですか。今日が最後の一日かもしれないなと思いながら暮らすんですよね。時間と命って限りがあって、しかもそれがいつ終わるのかわからないわけですよ。大まかな目安がありますけどね、まあ、ですんで誰かと仲違いしたら早く仲直りしないと、仲直りする前にもしかしたらお別れになるかもしれないみたいなね、まあそんなことを思うんですよね。で、やっぱりね、もったいないわけですよ。躊躇するっていうこと自体がね、何の意味も持たない。悩むとか迷うとかっていうのは本当にもったいないんですよ。悩んで迷って悩んで迷って結局何がしかの結論にたどり着いて、まあ、ほとんどはね、こっちにするかこっちにするかを悩むんですよ。二択を悩むわけですよ。やるかやらないかみたいなことね。ずっと悩んだ結果、悩んでる間ってやってないわけですよ。だからやらないことの連続を選んでるんですよ。で、最終的によしやろうかって選んだとしたら、じゃあ何のために悩んだんですか、その時間無駄じゃんみたいに思いますしね、人生の時間が失われていくわけですから。で、悩んで悩んで悩んで結局やらないって決めたら、じゃあ最初からやらないでいいじゃん、同じじゃんみたいな感じでね、私単純にそういうふうに思うんですよ。で、まあ営業をねするときに私思ってたんですけども、訪問販売私もねやってたんですけども、いろんなね訪問すると、まあ断られることもありますよね。で、断られることもあるんだけども、断られるパターンはどのぐらいあるのかなって好奇心、興味持ったわけですよ。どういうパターンで断られるのかなと。時間がないとか、主人に聞かないと分かんないとかね、息子に聞かないと分からんとかね、要するに決定権者が他にいるっていうことなんですけども、それからお金がないのか、どういうことなのかな、あとは信用、お前が信用できないみたいなね、この4つぐらいのパターンだと思うんですよ。で、どのきっかけというのがね、コミュニケーションを取るときに、こんにちはって言って最初の反応が何だったらどのパターンかなっていうふうに大体予測がつくようになるんですよ、やっていくと。で、そうなるとですね、どの反応が一番最初にあったから、あ、自分のこと信頼してないな、信頼されてないなっていうようなことがピンときたら、そしたらそのための応酬話法ね、トークを示していけばいいのかなっていうふうに、大体ね、なんか予兆があるんですよ。どのパターンでこの人は断るのかなって予兆があるんですよ。じゃあその断られる理由を消せばいいんで、一番最初の、まあ、その方のね反応で、あ、これはパターン3だな、だったらこっちで行こうかみたいな感じで、その方がね断る理由をこちらから最初に潰していくんですよね。例えば お金がないんでねとか言われそうになったら、信頼はされてるけどお金がないんだなと思うわけですよ。そうするとですね、そうなんですよ、お金ね、私もただじゃないんでお金いただくんですけども、これほっといたらもっとめんどくさいお金かかるんですよみたいなことでお話していくとかね、まあ半金半でもありますよと、今日半分でまたあと半分でみたいな言い方とかね、お金がないんでって言われそうになっても大丈夫です。お金があるないお金がかかるって言ったって、たかだかね2万円前後のことですから大丈夫ですよと、どなたも払いますみたいな感じでね、断りにくくしていくとかね、そうすることによって契約が取れていくんですよね。だからね、なんかね、しつこくやっていくと大体うまくいかないパターンっていうのは最初の初動で分かるんですよね。初動で、まあそれが分かんない、その勘みたいなのが働かないと、ビジネスの勘みたいなのが働かないと、それはなかなかね、売れませんって。100万級の商品とかね、それから FX で勝てないですね、こういうのが分かんないと。
でしつこくやらないとそれが分かんないんですよ。これからはこうなるだろうなっていう流れの一番最初のところで、あ、このパターンならこうだなとかね、このパターンだったらこうに見せかけてこうだなとかっていうふうにしつこくやらないとそれが見えてこないですよね。だからね、ずっとやってると、FX なんてのもね、4年毎日やれば誰でも勝てるようになりますよ。でその後お金の心配人生一切ないというね、そういう人生が続きます。でも多分会社勤めしてる方で40代50代の方って今までね20年30年やってきたのに先が見えないわけでしょ。借金も終わらないし、なんか人間関係もそんなうまくいかないし、だと思うんですよ。やっぱりね、しつこくというかね、バカ一直線ですよね。昔空手バカ一代っていう漫画がありましたけども、その中でね、主人公の大山増達先生はこういうふうに言いました。あるね、ならず者に自分が騙されて家をね取られちゃうみたいな危機に際してね、怒りに燃えてこう言うんですよ。お前らは俺のことをバカだバカだっていうふうにね、バカにしてるだろうが、俺もねただバカになったわけじゃないぞと、その分空手にぶち込んでやるんだと、お前ら覚悟しろよ、腕の一杯2本へしょるぞみたいな感じで脅すわけなんですけども、それがね私の胸に突き刺さってるんですよ。私はバカ一本やりに何をしてきたかなというまでね、会社勤めも続かないし、学校で勉強したかったらしてないと、徹底的にグレたかって言ったら中途半端、何をお前はバカのようにやってきたんだと自分に問いかけた時に、よし、この自己アフィリエイトをバカみたいにこだわっていこうかと、何年経っても自己アフィリエイトね、どこまで行っても自己アフィリエイトで、自己アフィリエイトやってる人が100人束になってこようが、その100人を上回って自己アフィリエイトのベテランだぞと、ざわみろみたいなね、そんなね生半からね1年か2年で終われるの自己アフィリエイトやってねえぞこっちはみたいなねそれこそ自己アフィリエイトのね総実績件数ってどのぐらいかなと、少なくとも1万件は言ってますよね私はね数えてきゃよかったですね、で、まあ YouTube の話出たじゃないですか、吉田さんね。私もね YouTube ねそう思うんですよ。と同時にバカなこと言う人がいるなと思うんですよ。これはさっきのバカ一直線とは別の意味のバカなんですけども、よくね YouTube で当時ですけどもね、ちょっと2年3年前ぐらいですか、暗号通貨の ICO をたくさん買ってね、それで損した人っているんですよね。で例えば泉さんみたいな人がいてね、某泉さん、泉さんにもうね売り込まれて暗号通貨買わされたとか言って、ね、詐欺だとか言うんですよ。待てと、泉さんはあなたに買わしましたかね。これね被害に遭った方には申し訳ないんですけども、私はね外野から見ててすっぱりこう思うんですよ。泉さんの動画を誰が再生したんやと、そしてその動画の次の動画をわざわざ好んで見たのは誰だと、そして泉さんが下の LINE から登録お願いしますって言って、それで登録したの誰ですかと、そしてこれは今しか買えませんっていうトークを見て買ったのは誰ですかと、振り込み誰ですか、振り込んだのね、これ全て誰が選択してるかっていうと、別に泉さんが強制的に視聴者さんにやらしたわけではなくて、そんなね夢物語みたいなことを真に受けた人が勝手に自分でホイ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 ってねクリックし続けたんですよ。で間違ってタップしてはい購入みたいなことはないですよね。何回もあっち行ったりこっち行ったりと購入を繰り返して、動画を1時間2時間ふんふんふんって見て、でそんなね真に受けるような話じゃないの、真に受けて購入してるわけですよ私から見るとね。そうなんですよ。その裏で私は暗号通貨手を出すなと、投資をやったこともない人がやるもんじゃないよ、この動画受けないんですよ、こういう動画はやめとけっていう動画受けないんですよ。で何回も何回も申し上げてますけども、結果はどうですかということなんですよ。ある人はね、いやいやこれからね、久保さん知らないんだ、これからこうなるんですよみたいなことね、未だに言ってるね、おめでたい方もいますけども、これからこうなりませんからね。その暗号通貨なら暗号通貨にこだわり続けて、誰が資産作りましたってことなんですよ。これは私ですよ、ね、その見識深いそのあなたはね、これね暗号通貨買って未だにね儲かりもしないのを儲かると思ってる人なんですけども、あなたはね未だにそうなんですよ。全ての投資っていうのは今日の時点でどれだけのキャッシュがあるか、この繰り返しですからね。いや将来は儲かるんですよって言ってもね、
その将来あまりにも時間を知らなすぎる、うん、あの今日だけがねリアルですからね。将来こうなるああなるっていうのはそれはね誰でも言うんですよ。私もね、将来はなんか知んないけど買ったこともない宝くじが当たりますとかね言いましょうかっていうことなんですよね。その辺はね、自分に対してシビアに考えた方がいいかなと思ってますよね、うん、で、今日の動画の最後にお話したいことなんですけども、やっぱりね、基礎が大事ですね。基本基礎っていうのは何回繰り返しても噛み応えがあるようにね、まだまだ学べるもの、使えるもの、これが基礎だと思います。例えばね、掛け算の九九っていろんな数字ごとの基礎だと思うんですよ。で、毎日使うでしょ、この掛け算の九九って。暗算でもできると思いますけども、掛け算の九九みんな使いますよね。で、それこそね、微分積分みたいな難しいことをする人も掛け算の九九はやるんですよ、基礎だから。物理の難しい法則を読み解いてる人も掛け算の九九使うんですよ、うん、ってことは、その基礎の部分、掛け算の九九とは言いませんけども、基礎の部分っていうのは最も求められる、最も多くの人がそこを通るところなんですよ。微分積分をやる人も、もっと難しい物理の法則をやる人も、それこそ小学校の先生になる人も、中学校の先生になる人も、高校の先生になる人も、大学教授になる人も、どのレベルまで行く人でも必ずやるのが掛け算の九九、いわゆる基礎なんですよ。ということは、基礎っていうものはいつでもね、身につけておけばいつでもニーズがあるんですよ。教えてくださいとか言ってね。だから基礎を徹底的にやること、自己アフィリエイトを徹底的にやることっていうのは食いっぱぐれない一つのね根拠になると思いますし、利益を最大化できて最も労力が少ない、いわゆるねビジネスの基本だと思うんですよ。ビジネスっていうのは最も少ない労力で最大限の効果を上げることです。多くの方はものすごいがむしゃらに時間や労力を使って、意識を使ってちょっとしかもらえてないんですよ。これはビジネスではないです。これは搾取されてるだけね。もう言葉ひどいですけども、奴隷と似たような状態です。一生懸命働いて、そのほとんどが資本家に持ってかれて、自分にはちょびっとしかもらえない、ね、だからそういうところから抜け出して、私たちはビジネスをしないといけないです。ビジネスをすればビジネスは私たちに振り向いてくれますね。ということでね、私がいろいろと思ったことをね、時間の使い方とかね、しつこくいくこととか、バカのように一本気になることとかね、営業はこういうふうにベテランになっていくとか、 YouTube で詐欺られたっていう人、その再生をしたのは誰ですかってことですよね。この再生したの誰ですか。私はあなたのパソコンのボタンを押してないですからね。でもね、私の場合はね、あなたが選んだんだからあなたの責任でしょっていうふうには思わないんですよ。せっかく私の再生ボタンを押してくれたんで、何か、ああなるほど、そういうことだったのかっていうふうに、なるほど、あそうかっていうふうな気づきとか発見とかね、夢とか希望とか癒しとかを持って帰っていただきたいと思います。さあ動画終わりますけども、今回の動画何かあなたの役に立ったでしょうか。もしね、そんなクソ動画作んなってことでしたら、次の動画に期待して、次の動画もクソ動画なのかなと見に来ていただきたいですし、いやなんとなくためになったよって方はね、私が言わなくても次もまたクリックしてくれるんじゃないかなと、うん、その、うん、育成がチャンネル登録、まあ、1万人を超えたっていうところなのかなと思いますね。ありがとうございます。しゃっくりが出ちゃったんで終わります。